はいどうもミニマリストたけるです。本日の動画では月5万円生活で年間200万円貯蓄したミニマリストの節約貯蓄時についてお話をお伺いしたいと思います。それでは自己紹介お願いします。はい、月5万円で一人暮らしをしている23歳ミニマリストまゆかです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでまゆかさんは、SNS もちょこちょこやっているそうで、 Twitter、ブログ、YouTube たまに発信されてると、はい、いうことで、なんか内容的にはどんな感じですか？節約生活がメインになります、はい、メインということ で、 で先ほどもちょっと生活費紹介の動画を撮らさせてもらったんですけども、あのアベリージとして、まあ、大体月5万円でずっと生活しているということ で、 で、はい、まあ、詳細は、ね、先ほどの動画概要欄にあるので見てほしいんですけども、まあ、実際に、まあ、そんな生活をされていて、まあ、去年とかだと年間で200万円ぐらい貯蓄したと。で、5年収が去年350万円のうちの200万円貯蓄したんで、まあ、50% 以上は、ね、貯蓄率があるということで、まあ、そんなまゆかさんに今回、ね、ちょっと節約とか貯蓄に関するインタビューをしていきたいと思いますので、はい、改めてお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあまず最初になんですけども、まあ、改めてまゆかさんが節約をし始めたきっかけからお願いします。大学に行くために奨学金をだいたい240万ぐらいですかね、うんうん、借りたので、それを早く返済したいなって思ったので、なるほど、一人暮らしを始めると同時にがっつりと節約生活を始めましたことですね、はい、で、あの月5万円って多分普通の一般の人からするとまあ、 ありえないとか、 なんか苦しくないの、生活楽しいのみたいな思われる方結構多いと思いますけど、はい、まあ、そのところまゆかさんご自身はどうですか？私 の、 あの節約のモットーが無理せず楽しくなので、うん、はい、全く無理とかしてないですということですね、はい、むしろ楽しいという感じですもんね。そうですね、はい、で、まあ、先ほどもねちょっと別途動画で撮りましたけど、まあ、ご飯がお好きだったりとか、はい、なんか趣味とかも結構あんまもう、ね、幸運にもなんかお金かからないみたいな感じですもんね。 そうです、はい、それこそボランティアしたりとかテニスされたりとかみたいな感じでね、はい、はい、ありがとうございます。で、もう視聴者さんにも分かりやすいご実績はどうですか？はい、昨年度社会人1年目で資産を200万円増やしました、うん、ということですね。で、今累計が400万円弱でしたっけ？そうですね、400万円弱、はい、ね、すごいですね。今おいくつですか？ご年齢とかって公表していいんでしたっけ？もうさっき自己紹介しました。23歳で400万円貯めてって結構すごいなと思うんですけど、はい、そう、なんか将来的にはこれぐらい貯めたいとか、20代のうちに1000万とか2000万とか、20代のうちに1000万ですね、貯めておきたいということですね、はい、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、ここからはですね、ちょっと具体的に、まあ、実際節約のためだったり貯蓄のために、まあ、やめたこととか、まあ、軽くやめたこととか、逆に始めたこととかね、はい、いろいろな要素からちょっといろんな角度からインタビューしていきたいと思います。じゃあまず一つ目は、節約とか貯蓄のためにまゆかさんが完全にやめたこととかしないことをちょっと3つほど挙げていただけたらと思いますので、はい、1個目からお願いします。一つ目はギャンブルですね。ギャンブルはしないともう決めてるわけですね、はいはい、決めてますね、はい、具体的には、まあ、ギャンブルっていうと、まあ、競馬、パチンコとか宝くじとかそういうのは、はい、もう一切やらないですね。なるほど。それこそしたことはあるんですか、過去に？宝くじだけ。それはいつの時に買ったんですか？なんか買ったっていうよりも小学生ぐらいの時に、うん、あのおじいちゃんとか買ってきたやつをはいはいはい、あ、そういうことですね。そういう感じですね。なるほど、はい、それこそ、まあ、あのギャンブル、そのなんだ、パチンコとか競馬とか、はい、まあ、ボードレースとかは多分分かるんですけど、宝くじを買わないって決めたら何か理由はあるんですか？宝くじもやっぱり、はい、一発逆転みたいなのはないですか？あんまり一発逆転、なんか確率とかは計算しだしちゃうとはいはいはい、まあ確かにね、うーんってなっちゃって。なるほど、まあ、そういうのじゃなくて、まあ、コツコツ地道に積み上げた方が確実だなっていうところからも、ギャンブルはしないと、しないと決めてます、はい、ありがとうございます。続いて2つ目、完全にやめたことしないことお願いします、はい、ゲームのガチャへの課金をやめました、はい、これはあれですか、昔やってたんですか？若干、昔は若干ですね。へえ、それはあれですか、そのスマホゲーム的なやつですか？そうです、スマホのゲームにちょっとだけ課金してたんですけ ど、 なるほど、もうガチャには課金しない。お、なるほど、ガチャにはっていう、他には何かすることはあるんですか、課金みたいな？あ、なんか、はい、やっぱりゲーム、あの、うん、もう3年とかやってると、そのゲームのソフト代だと思って、はいはい、なんか払うのはいいのかなって思ってるので。そういうことですね、はい、でもガチャに対する、まあ、お金の支出はもうやめて、やめますことですね、はい、で最後3つ目お願いします。参加したくない飲み会とか遊びに参加することはしません、はい、すごいですね。なんかお若いで結構いろいろ誘われそうな感じはあります、はい、やっぱちゃんと断るようにもしてるっていう。そうですね、はい、行きたいものにはガンガン行くんですけど、もうちょっとでも
行きたくないなって思ったら、はいはい、今日は行きたくないからみたいな感じでなるほど言うわけですね、はい、それこそ、まあ、言える範囲で全然いいんですけど、はい、なんかご自身にとって、まあ、行きたいそのお誘いと、まあ、行きたくないお誘いっていうなんか明確なまあ基準だったりとか、はい、なんかあったりとかはしますか。やっぱりあの人の悪口とかを言うことが多い人とかがいるとちょっと楽しくないんじゃないかなって思って行かないことが、ね、割と人ベースで選ぶことも多いっていう。そうですね、はい、いうことでありがとうございます。ちなみにこれ一番したくないっていうかなんかもう絶対やんないみたいななんかありますか、3つの中で。どれもだと思うんですけど、はい、ギャンブルですかね。ギャンブルはもう絶対しない方がいい。依存性がやっぱ高そうなので。確かに確かに、はい、一回ね中毒になっちゃうとね、はい、良くないですもんね。はい、ありがとうございます。ではでは続いて、はい、節約貯蓄のために今度は無理しない程度に減らしたことということで、4つあるそうなので1個目からお願いします。はい、1個目がコンビニに寄ることですね。はい、これはもう無理しない程度に減らしたということで、なんか理由とかきっかけはありますか。と、まあ、学生時代の時はあの唐揚げとかアイスクリームとか、うんうん、はい、そういうお酒とかですかね、うん、そういうものを結構コンビニに寄って買っていたんですけど、うん、無駄だなとはいはい、はい、終わったので、今は減らしてますね。減らしてっていう。でも完全にやめないわけですね。はい、完全にはやめません、はい、まあ、無理しない程度にっていう感じで。そうですね、はい、もし仮にコンビニに立ち寄るとなった時は、はい、なんかどういったものを買うとかどういったサービスのために立ち寄るというかありますか。 ありますね、無料のクーポン、ツイッターとかのキャンペーンでやってるじゃないですか、コンビニだと、うんうんうん、そういうところで当たったクーポンを引き換えに行く時とか、あとはフリマとかですね、フリマサイトの荷物の発送の時とか、あとは ATM 使う時とか。なるほど、はい、商品は買わないんですか。商品はお酒とかおやつとか一個も出てこないんですけど、はい、商品は買わないですね。買わないですね。なんかそれこそ、はい、まあ、僕も一時期節約頑張った時は、はい、まあ、その我慢してたんですよね、その、はい、先ほどおっしゃったようになんかコピー機でとか、はい、そうなんか誘惑に負けそうな時とかはないのかなと思って、はい、今日ちょっとしんどいし疲れてるし今週ちょっとストレス溜まったし頑張ったからちょっと買っちゃおうかなみたいなのないですか。買っちゃおうかなって思う時はあります。 あるんですね、はい、でも我慢はできるんですね。我慢はできますね。我慢できる理由とかはありますか、なんかご自身の中で。なんかコンビニで爆買いするんだったら、はい、ラーメン一杯食べた方が幸せだなって思ってラーメン屋に行きます。そうか、そうか。ご自身の幸福に関するなんかその、はい、まあ、基準がもう明確な感じですね、はい、ラーメンがもう一番好きみたいな感じです、ね、ラーメンが一番好きなので、はい、ラーメンを優先させます。そうかそうか。だから誘惑に負けそうになった時は自分にとって一番幸せなことを考えて、はい、じゃあどっちにお金使うんだみたいな、はい、天秤かければいいってことですね。かけてラーメンって言われます。なるほど、はい、いい学びになりました。ありがとうございます。では続いて2つ目お願いします。と、1人で外食をすることを減らしてます。へ、これはなんでですか。昔はなんかやっぱり、はい、なんとなく食べに行ってたんですけど、へー、そんな今自炊できるんで、うん、自炊でいいかなっていうふうに思ったのがきっかけですね。あ、そうなんですね、はい、それこそ、まあ、ちょっとあれかもしれないですけど、はい、ラーメンも好きじゃないですか、はい、食べに行くときはお一人だったりお友達と行くみたいな感じですか。ラーメンはちょっと外食とは別枠で、はい、また別ね、はいはい、幸せになるための支出っていうこと。趣味みたいな感じなんです。それ以外の外食ってことですね、はい、ですです、はい、もし仮に行くとしたらやっぱりその、まあ、お好きな方とか、はい、まあ、やっぱりその関係性がいい方と、まあ、行く外食だけって感じですかね、はい、思い出作りみたいな感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。続いて3つ目お願いします。はい、3つ目はカラオケですね。お、はい、カラオケ結構女子好きな、はい、イメージはありますけど、これも無理しないというのを減らしたということで、はい、なんか理由とかきっかけがあれば。学生時代は本当に週 2,3 回とか、まあ、そうですよね、はいはい、もうカラオケ大好きなんで行ってたんですけど、はいはい、今はもう週1ぐらいに減らしてますね。それはなんか減らした理由としてはなんか他の趣味が楽しいからっていう感じですか。他の趣味が楽しいっていうのもやっぱ大きいですかね。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。で最後4つ目お願いします。はい、ケーキとかのスイーツを食べる回数を減らしました。なるほど、これは大丈夫なんですか。女子的には大丈夫なんですか。全然大丈夫です、はい、なるほど。ケーキとやっぱラーメンを比べた時に、あ、そっか、やっぱその天秤すごいですね。あ、じゃあもう、まあ、スイーツももちろん好きじゃない、はい、好きかもしれないけどやっぱラーメンの方が勝つから、はいはい、そっちにもお金をもうフルコミットで回そうみたいな感じなんですね、はい、ありがとうございます。ちなみにご自身の中で今4つ挙げていただきましたけど、これ節約効果あったなとか、はい、これやってよかったなって思えるものとかはありますか、この先ほど紹介した4つの中から。やっぱコンビニですかね。コンビニによる回数が多いとどうしても誘惑に勝てる人ってなかなかいないと思うんですよね。いつも負けちゃいますね、はいはい、やっぱ立ち寄らないっていうのがやっぱ大事、はい、大事ですね、はい、ありがとうございます。ではでは続いて3つ目のテーマはですね、マイカさんミニマリストっていうことで、なんか節約のためになんか買わなくなったものとか手放したものもあるんじゃないかと思って、ちょっといくつかねご紹介していただけたらと思います。4つあるそうなので1個目からお願いします、
と1個目が洋服ですね、はい、理由としては何かありますか。理由としてはなんか優先順位が私の中で洋服ってあんまり高くないのでいいかなってあ、そうなんですね、はい、それこそもし買うってなった時とかは、はい、まあ、やっぱりそのなんだろうな、まあ、季節が変わる時とか、うん、まあ、ボロボロになってきたりとかっていうタイミングですか。そうですね、ボロボロになって、うん、他の替えの服がないなっていう風になったら買います、ね、なるほど。でしかも買う時も新品とかではないって感じですか。そうですね、セカンドハンドのものを結構買うようにしてますね。なるほどってことです。まあ、その辺の被服費もでだいぶ節約になってるとなってると思います、はい、でベース買わないから、はい、だいぶ服代はもう年間どうしても多分めっちゃ安いですよね、はい、もう1万2万いくかどうかみたいな感じ。多分2万いかないと思います、はい、いかないって感じです本当すごい、ありがとうございます。で続いて2つ目お願いします。2つ目は、はい、あの自販機とかで買うジュースですね。へえ、これは何か理由はありますか。別に水筒の水でいいんじゃないってなるほど思いました。はいはい、昔はね自販機で買ってたかもしれないけど、はい、もう今はあのちょっとカメラで映ってるかもしれないですけど、はい、水色の水筒ですかね。はい、そうです、水筒です、はい、こちらも会社行く時とか持ってくんですか。会社に行く時は、はい、あの水筒持ってく時もあるんですけど、会社にあのお茶とかのサーバーがあるのでそっちも利用したりしてますね。なるほど、でもそこら辺でも節約になってるということで、はい、あの普段日常生活で、はい、なんかそれこそなんかソーダ飲みたいなとかコーラ飲みたいとかあーやばい喉乾いたけど水筒忘れちゃったからちょっとジュース飲もうとかはありますか。水筒忘れちゃった時は、はい、まあ、あのあります、はい、あの水を買います、一番安いんで。はいはいはい、そっか。じゃあ一応持ってったけどなんか今日暑いし、はい、ちょっと炭酸飲みたいなみたいなことはないですか。それはないです。あ、ないですね、はい、じゃあ普段はもう飲み物としたら、まあ、水とかお茶とか、水お茶牛乳と、はい、たまにコーヒー紅茶。なるほど、もうそれぐらいなんですね、はい、もうお菓子も基本ほぼほぼ食べないし、そうです、まあ、なんかドリンクとかも炭酸とか、まあ、ジュースとかは飲まないっていう感じなんですね、はい、ありがとうございます。続いて3つ目お願いします。100均の便利グッズです。お、はい、これは何か理由とかはあるんですか。なんか昔は結構これ便利だなって思って買ってたんですけど、はい、だんだん使わなくなる、うん、ああなるほど、へえ。だからまあ実際に安いからといっても買わないようにしてるみたいな。そうですね、大体なんか家にあるもので代用できるんで、うん、必要ないなって思って手放しました。そうですね、結構節約イコール安いものを買うみたいなイメージ、はい、それこそ100均グッズで揃えるとかもありますが、はい、ちょっと買いすぎは注意した方がいいみたいな感じですね。そうですね、そうするとね、使わなくなる時もあるからみたいな、はいはい、最後4つ目お願いします。とスナック菓子ですね。お、これはもう本当に買わないですね全然買ってないですね、はい、すごいですね、それこそチョコとかポテチとか、はい、なんかそういうの食べたいとかはならないんですか。あ、食べたいってなるんで、あのチョコとか、うん、お土産のでいただいたお菓子とかそういうものはあの食べるんですけど、自分では自分ではチョコだけですね。あ、そうなんですね、はい、ちなみになぜチョコなんですかそれは。えなんか理由気になりますけどなんでチョコなんだろう。はい、まあ、特にはないですね。あ、ないですね、チョコが好きだからみたいな感じです。そうです、一部なんか健康的な理由で、ね、あのビターチョコ取られてる方とかはいますけど、特に理由はなく、チョコがいいんですね、はい、チョコがいいなって思ってチョコですね。なるほど、はい、じゃあその他のお菓子は基本も食べないみたいな。あんまり食べないです、はい、ありがとうございます。なかなか面白いですね、はい、ちなみにこの4つの中でご自身が、まあ、これちょっと買わなくなってよかったなとか、はい、まあ、手放してよかったなと思うものとか、まあ、視聴者さんおすすめのものとかはあったりとかしますか。まあ、100均の便利グッズですかね、はい、一番に挙げた理由とかはありますか。やっぱりあのついつい買っちゃうっていうのがあると思うんですけど、これを買わなくなれば、はい、あの節約にもなるし、あの、ね、物も減らせるしで一石二鳥かなって思ったのでおすすめです、はい、ありがとうございます。では続いて4つ目のテーマが節約貯蓄のために無理しない程度に始めたことということで4つあるそうなので1個目からお願いします。はい、1個目が自炊ですね、はい、自炊は社会人になってからっていう感じでしたっけ。そうですね、学生時代はあの実家に住んでいたので、うん、ほぼほぼ料理はしたことがなかったです。なるほど、お料理のお勉強とかはされたんですか。一切してないです。せずあのクオリティですかすごいですね、あの皆さんにもそうツイッターのお料理の写真とか見てほしいんですよ。めちゃくちゃ健康的だし、なんか色使いとかもすごい、ね、こだわってそうな感じはしますけど、え、じゃあもう自己流とかですか、なんか見たりとかはしますか。お料理全然見てなくて。あ、そうなんですね、はい、で平日のお昼とかは、社食。そうです、社食を平日の昼間は食べてますね、はい、なので平日の朝と夜と、まあ、土日とかの会社が休みの時は全部ほぼほぼ自炊みたいな感じなんですね。です、はい、大変だなと思ったこととかはないですか。自炊
いや、慣れちゃえば大丈夫です。あと、はいはい、凝った料理とかは作らないので、なるほどね、焼く、蒸す、煮る、はいはい、みたいな感じなので楽な調理だけみたいな。調理だけしてます。そうなんですね。それこそ僕社会人 1,2 年目の時結構やっぱどうしても仕事が大変、最初は、ね、頑張って弁当作ったりとか、はい、ちゃんとお仕事から帰って夜ご飯作ったりとかしたんですけど、しんどくて続かなかったんですけど、お仕事とかはどうなんですか。割と定時に上がれたりとか残業があんまないみたいな感じですか。残業はアベレージ 1,2 時間ぐらいですね。なるほど、はい、でその後とかもやっぱご飯も作れるって感じなんですね。そうですね、だいたい5分とか10分で作れる料理しか作らないって決めてるので、それが継続の秘訣ですかね。そうですね、無理しないのが、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。続いて2つ目お願いします。はい、キャッシュレス、はい、にしたんですね、はい、はい、これなんか理由とかはありますか。なんかやっぱ、はい、現金だと物が増えるというか、そういうのもあるし、あ、まあ、確かにお財布とかね。そうです、はいはいはい、そっか。管理とかも楽ですからね、キャッシュレスだと履歴が残るので、レシートとかでわざわざ確認しなくてもいいっていうのは大きいですね。なるほど。でしかもあれですね、その社会人になるまでは現金派って書いてありますけど、はい、なんか一番のきっかけは何かあったんですか。動画でキャッシュレスおすすめだよみたいなおすすめされたからなのか、もう自然となのかみたいな。あ、クレジットカードを社会人になる前に作んなきゃって言って、はいはいはい、作ったのがきっかけでした。そうなんですね、はい、普段は決済としては、まあ、クレジットカードないしスマホ決済的な。そうですね、大体クレジットカードが多いです、うん、って感じですね。で、まあ、もしクレジットカードとかスマホできないときは、はい、まあ、現金とかどっかに忍ばせてるみたいな感じですか。財布の中に常に現金は入れてます。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。続いて3つ目お願いします。と SNS です。お、はい、SNS 始めたなんかきっかけとか理由ありますか。私サボるのが得意なので。本当ですか。こんだけめっちゃ節約頑張ってんのにサボるのは得意なんですね、はい、なので、はい、サボらないように誰かに監視じゃないですけど見てもらってた方がサボれないじゃないですか。確かにね。あ、でもそれも大きいですね、はい、そっか、だから節約頑張りたいとか、はい、なんか挫折しがちな方とかは、はい、何でもいいから節約関連の SNS でアップすると結構おすすめっていう、はい、それこそなんか SNS にアップするときになんか気をつけたこと、はい、それこそ毎日あげるとか、はい、まあ、自分の好きなお料理だけあげるとか、なんか気をつけたこととか、なんか決めたこととかもありますか。最初は1日1回何かあげるみたいな感じで、料理の写真あげるとか、そういうのは気をつけましたね。なるほど。で、ツイッターはお料理が結構メインでしたっけ、はい、今は料理がメインです、ね、あ、今は料理、はい、昔はそれこそ文章だったりとかって感じですか。あ、昔は一応ミニマリスト系だったので、あ、はいはいはい、物を一緒に減らしましょうとかそういうのをやってましたけ ど、 なるほど、今はもう物はもう一旦置いといて、置いといて今は節約中心なので自炊してますってですね、はい、はい、ありがとうございます。なんか意外なきっかけでしたね節約をサボらないためにってとか。そうです、はい、では最後4つ目お願いします。はい、投資ですね、はい、これは始めたきっかけ理由改めてお願いしてもいいですか。なんかお金をお金で増やせるっていうことを知った時に、なんか無駄なことにお金使うのもったいないなって感じたからですね。なるほど。それこそ投資始める時になんか勉強されたこととかはありますか、はい、YouTube とか本とか。あ、はい、YouTube でちょっと投資関係 の、 動画いろいろ見て、あ、こういう投資方法があるんだなっていうのは学びました、ね、それこそ僕も始める時そうだったの、はい、証券口座って何みたいな、どうやって解説するのみたいなのは、まあ、動画で勉強されてみたいな。そうですね。なるほど。え、怖くなかったってなんかもしかしたら別の動画でおっしゃったかもしれないんですけど、はい、なんで怖くなかったんですか。ってお金なくなる可能性もいっぱいあるじゃないですか、はいはい、なんで怖くなかったのかなと思って。一応の生活費5万円で、そこの5万円には手をつけないようにしてるので、ちゃんと生きてはいけるんで、なくなってもまあ大丈夫でしょう。生きていけるしみたいな感じなんですね。はい、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。ではこの4つの中でなんか個人的に一番始めてよかったみたいな、なんかおすすめとかはあったりとかはしますか。 SNS ですかね。お、はい、一番に挙げた理由としてはやっぱり習慣化できないと、節約とかって効果が出ないので、その習慣化するために一番役に立ったのが SNS だからですね。なるほど、はい、ありがとうございます。では、続いて5つ目のテーマは節約貯蓄のために頑張って挑戦したことや始めたことっていうところで、3つあるそうなので1個目からお願いします。はい、1個目が自転車に乗ることですね。これはなんでですかなんで頑張って挑戦したっていうのは。基本的に私が今住んでる場所って、はい、自動車がないとかなり不便な場所なんですけど、はいはい、なんで徒歩と電車だけじゃ生きていけないと結構きついみたいな、はい、へえ、あ、そうなんですね。あれ、自転車も15年くらい乗ってなかったんですね、はい、乗ってなかったです。乗れるようになってから、はいはい、やっぱ今までは都会の方住んでたんで、いらなかったんですよ。はいはいはい、はい、だから乗ってなかったんですけど、さすがにやらなきゃって言って、
なるほど。1週間ぐらいめっちゃ練習しました、ね、すごいですね大人になってね、はい、練習しました、はい、で、まあ、今ではちょっと運動も筋肉みたいな自転車にも乗ってっていうところでね、はい、それこそ多分周りの方とか結構車乗ってる感じだと思いますけど、 それでもやっぱ自転車を貫き通すんですね。そうです、なんかいろんな人に車買わないの、ね、言われますよね、はいはい、だけどそこはいや大丈夫みたいな、大丈夫です、はい、ちょっと運動も兼ねてるんでっていう感じでいつも答えてます。ありがとうございます。ではでは続いて2つ目ですね、挑戦したことをお願いします。はい、2つ目が地域の方と交流するように心がけています。はい、まあ、それはあれですね、そのボランティアも含めてみたいな感じ。そうですね、ボランティアとかと地域のイベントとかによく参加するようにしています。なるほど、それこそ、まあ、ここいわゆる新天地ってことですもんね。そうです、そうです、はい、で怖くなかったですか、そのなんかね、あの地域の人たちと交流されていきなり見ず知らずの人がみたいな、そこは怖くなく意外とすんなりいけた感じですか。ちょっと最初はどんな人だろうっていうのはあったんですけど、はいはいはい、でも意外とちょっと参加してみたらもうみんな優しい方だったので、うん、そうなんですね。なんか僕はなんか、まあ、都心だからか分かんないけど、うん、まあ、基本なんかあんま地域の人と交流はしてなくて、なんか交流する魅力というか良さもちょっとお伝えしていただけたら嬉しいです。やっぱりいろんな人と交流すると、なんかいろんな情報が手に入ったり、うん、あと結構野菜とかそういう差し入れをいただいたりとか、そういうことがあるので、はい、はいはい、なるほど。それこそ地域と交流するってなった時は、はい、なんかどういう感じで調べたというか、はい、なんか地域のなんか掲示板とかなのかネットで調べたのかみたいな、いかがですか。会社のなんか結構年配の方とかがこういうのあるよってちょっと教えてくれた時に行きますって。なるほど、もう率先して、はい、行ってそのイベント先で出会った人からまた別のイベントを教えてもらうみたいな感じでどんどん広げていきます。すごいですね、なんかいろいろ交流も含めてお得情報も含めて、はい、まあ、今までのその人生経験一番これ良かったみたいななんかありますか。お野菜もらえたとか、 なんかこの人と会えてよかったとか、はい、そうですね、はい、まあ、その会社の同僚の同僚だった人、はいはいはい、やっぱりいろんなイベントとかの運動とか合気道とかそうですし、そうか、まあ、釣りの情報とかもちょっと教えてくれたりとか、うん、そういうのがあったので、それが大きいですね。いいですね、まあ、趣味も広がったりとか、はい、今まで経験したことないことも人生経験としてできてっていうところで、はいはい、ありがとうございます。では最後3つ目ですね、お願いします。はい、家計簿を釣り始めました。お、なるほど、これ社会人になり始めた時っていう感じ。そうですね、はいはいはい、大学生の頃はまあ一応貯金貯まってはいたんですけど、ちゃんと管理してなかったので何に使ってるのかさっぱり分かんなかったんですけど、社外人になってからさすがにつけようと思ってし始めました。それこそ家計簿はなんかノートみたいなのに書いてるのか、はい、アプリみたいなのつけてるのか、エクセルでつけてるのかみたいな、いかがですか。最初は紙にノートに書いてましたね。なるほど、今ではどんな感じ。今はスマホのメモに入れてます。メモなんですね、はい、アプリじゃなくてメモ、はい、アプリじゃないです。なるほど、なんでメモなんですか。なんかそのアプリを使うほど買い物してない。ああ、そっかそっか、まあ、月5万円だからたくさん入れてると、はい、なるほど、買い物に行く頻度が本当に週 1,2 回ぐらいなので、ああ、まあ、8回ぐらいメモを開けばいい感じなので、うん、なるほど、そういうことですね。なんかメモする上で、はい、なんかどういうふうにメモしてるとかはあるんですか。日ごとなのか、はい、なんか内訳、あ、その買い物した時に、はい、まあ、電卓で計算してなんか合算したのをメモするとか、なんかこだわりとか、どういうメモの仕方とか。大体スーパーで買い物、うん、食べ物買う以外買い物がないので、何月何日食費何円って書いて終わりです。あ、そうなんです。月1で合算するみたいな感じですか。そうです。月1でそのメモの10項目ぐらいを見て計算してって感じですね。なるほど。そうか。ちなみに、まあ、余談ですけど、通帳の合計金額とか見てなんかニヤニヤすることとかありますか。あんまりないです。あんまりないですね。その何を楽しみにその節約とか貯金してるのか。はい、特に楽しみっていうか、本当ですか？はないですね。なんか僕結構通帳とか、はい、証券口座の出てくるじゃないですか、はい、めっちゃニヤニヤしちゃいますけどね。ないですね、普段そういうのは。あ、たまったなっていうぐらいです。そうかそうか、なるほど、面白いです。ありがとうございます。はい、これ一番始めてよかったみたいなのありますか、この3つの中で。まあ、家計簿ですかね。家計簿、はい、これやっぱ一番大事。大事だと思います。はい、ってことですね。ありがとうございます。ということで、僕が個人的にね、ちょっとまゆかさんに聞きたいなっていう質問を投げかけていきたいと思います。はい、はい、まず初めに、まあ、なぜ生活費5万円で暮らしたいと思ったのかっていうところで、まあ、一つはまあ多分奨学金っていうふうに先ほど申し上げていただいたと思いますけど、はい、なんか他に例えばなんか節約したいと思った理由だったりとか、なぜ5万円なのかみたいな、どうですか。
ぱりお金の心配を減らしたいっていうのもありましたね。なるほど。今ではどうですか、お金の心配とかはほぼほぼなくなった感じですか？もうないです。ない。なるほど。え、微塵もない感じですか、それともちょっと将来に対してはあるとかはどうですか？いやー、ないですね。本当ですか？5万円稼ぎもいいって。まあ確かに相当余裕ですよね、はい、アルバイトでもね、下手したらまあ稼げるわけですもんね、はい、何があっても生きていけますしね。生きていけますね。そうか、なるほど。それこそ、はい、まあ、貯金ないし、まあ、投資も含めて、まあ、貯蓄に関してどれぐらい貯まった時に、あ、もう私お金の心配ないみたいな、安心できたみたいな目安の額とかはありますか？あ、奨学金返済分を、はいはい、できる額、はい、なんで資産がプラマイゼロになった時に、はいはいはい、あ、もう大丈夫だって思いました。なるほど。そっか、なるほどね。ありがとうございます。では続いて、まあ、さっきもちょっと聞いたかもしれないんですけど、生活費5万円ってなんかぶっちゃけしんどくないのかみたいな逆に、まあ、しんどくなくて何がやっぱ楽しいのかみたいな、いかがですか？しんどくはないですね、はい、で楽しみはやっぱりお金を使うところと削るところとしっかり分けてるので使うところで使ってるので、なるほど、なるほど、ってことですね。なんかご自身の中では優先してここにはお金かけようみたいな内訳って何かあったりとかはしますか？交際費とラーメンと旅費ですね旅費、はい、それこそ旅費に関しては、はい、まあ、予算決めると思うんですけど、はい、5万円だったじゃないですか予算が。そうですね、なんかどうして5万円が導き出されたのかみたいな、なんか予算かけようと思ったらいくらでもかけられるし、はいはい、いくらでも節約しようと思ったら節約できるから、うん、なんかなぜ5万円なのかみたいな、どうですか？まあ、生活費が5万円だから、なるほど、旅費も5万ぐらいでいいかなって感じで。はいはいはい、そうか。で、例えば旅先決めるときとか、はい、例えば宿泊先決めるときとか、はい、まあ、旅先でなんかレジャーするときとかはなんかどういうふうに決めてるとかありますか？金額とか経験したことないことなのかとか、うん、友達と話し合うとか。結構一人旅が多いので、まあ、泊まるところは結構ゲストハウスが多いですね。へえ、あ、そうなんですね、はい、食べ物は全部ラーメンですか？全部ではないですよね。でも今までの旅はちょっとラーメン旅っていうことだったんでラーメン中心でしたけど、そうじゃない時は地域の特産品とか食べるようにしてます、はいはい、そうか。え、ラーメンでなんか全国のラーメン食べるみたいな感じでしたっけ、そのツイッターとか？そうです、47都道府県で麺類食べるみたいな感じでした、はいはい、その達成はしたんですか？あ、もうしました。すごいですね。それいつぐらいの時にしたんですか？去年ですかね。でも22の時ってことですか？22の時に。でも47都道府県制覇したみたいな。そうです、同時に。すごいですね。しました。なるほど。え、旅の今後の目標とかはあるんですが、例えばまあ日本は制覇しました、ラーメンも一応全国に食べました、はい、次のなんか旅の目的じゃないですけど、うん、なんかあったりとかはするんですか？目的はないんですけど、はい、次は台湾とかペルーとかに行きたいなって思ってますね、はいはい、なぜ台湾ペルー、はい、台湾は今会社関係で仲良くしてる人が台湾人なので、おいでよって言われたんで、行きますっていう感じめちゃめちゃ軽いのみですけど、はい、まあ、でもつながりがあるからね。そうですね、つながりがやっぱり大事かなって思いますね、はい、え、ペルーに関しても同じ感じですか？ペルーはただマチュピチュに行きたくて。あ、はいはい、あ、なるほど、世界遺産的な。そうです、大学生の時から行きたくて、卒業旅行一人でマチュピチュ行こうと思ってたんですけど、ちょっとコロナで行けなくなっちゃったので。なるほど。え、それこそ今生活費5万円じゃないですか、はい、で、まあ、一応ご収入の手取り的に15万円余るわけじゃないですか、はい、その投資とか除いたら、はい、なんか毎月行けるじゃないですか、行こうと思ったら海外、まあ、行かないとは思いますけど、はい、なんか例えば半年に1回海外行きたいとか、はい、年一で海外行きたいみたいなことは考えたりとかはしてますか？今ですか？2ヶ月に1回ぐらい行けたら行きたいんですけどね、はい、すごいですね、2ヶ月に1回、はい、ただ今会社とかがやっぱりコロナ関係で行けなくてって、ね、そうか、そうか、行けるタイミングの時に、まあ、そういう海外生活じゃないけど海外旅行とかも行けたらいいなっていう、はい、そう思ってます。ありがとうございます。では、続いて、節約のコツ、生活費を下げるコツはズバリ何ですかということで3つ挙げていただきましたので、はいはい、1個目からお願いします、はい、自分がこれにお金使いたいって思うことにはとことんお金を使うことですね、うん、はい、で実際にまゆかさん的にここに使いたいっていうのはラーメンと旅と交際費っていう、はいはい、ところですね。もうそれがとことん削ったと。はい、そうです、はい、2つ目お願いしますストレスをためないことですね、はい、これもやっぱ大事になってくるわけですね、はい、それこそなんかストレスたまったら発散するっていうよりもストレスの根本削るみたいな感じですか？そうですね、はい、削っていかないとどんどんお金使っちゃって、そのストレスたまって浪費したことでまたストレスたまるっていう事態にも なっちゃうんだよね。なるほど。それこそまゆかさん的にはもともとどういうのがストレスだった、どういうストレスは削ったよみたいな、なんかお話とかってあったりとかしますか？仕事とかの人間関係とかはやっぱ大事ですかね。確かに、はい、だから人間関係から見直すのは結構おすすめっていう。大事ですね、はい、3つ目お願いします。自分の今の環境に感謝することです、ね、おー、はい、すごいですね。ここに行き着いたわけですね。はい、行き着きました。これはなんかきっかけとかはあったんですよ、こういうふうに、まあ、感謝の気持ちというか、うん、はい、
なんだろう、やっぱネットとか見てるとやっぱ自分の環境って、はい、あいいんだなっていうふうに思えることが多いので、なるほどね、はい、感謝するようにしてます。そうか、でも本当、まあ、タブを知るじゃないですけど、はい、今の環境にかあの感謝できるからこそ、なんか足りないもの探しでお金使うっていうこともしなくなりそうですもんね。そうですね、今あるもので十分だなって感じるようになってます。なるほど、ありがとうございます。続いて、年間200万円貯蓄するっていうのは結構すごいことだと思うので、なんか秘訣とかはあったのかっていうのはいかがでしょうか。はい、先取り貯金や先取り投資をするのがおすすめですね。はい、なので、まあ感覚的には、まあ、先に15万円ぐらいはもう貯蓄に回して、ね、残りの5万円、はい、すごいですね。普通の人はもう足りねえと思っちゃいますけど、まあ全然いけるわけですもんね。はい、まあ、先取りがまず大事だと。はいはい、2つ目ありますか。あの、自分の趣味とかやりたいことのための予算を確保していくことですね。なるほど。ご自身的にはなんか趣味の内訳としては何が一番あれなんですか。テニスが一番って感じですか。テニスがやっぱり頻度としては多いですかね。はい、なるほど、まあ、その予算は確実に確保しておこうということでね、はい、ありがとうございます。この2つが大事っていう感じですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。続いて、貯蓄する目的や目標、将来貯めたお金を何に使いたいのかっていうのはいかがでしょうか。貯金の目的は、まあ、はい、最初にあの始めたきっかけ喋ったんですけど、早めにあの奨学金返済をしたいっていうことと、心に余裕を持って生活したいって思ってることですね。なるほど、なるほど。で、なんか将来お金貯めたら何に使いたいとかはどうですか。何に使いたいってパッとは出てこないので、はい、まあ、とりあえず奨学金返済、はいはい、まあ、まあ、できるけど、できるけど貯金の目標としては奨学金返済をサクッとするっていうことと、20代のうちに1000万円、ね、1000万円貯めてね、はい、それこそじゃあ1000万円超えましたってなったら、なんかお祝いするのかとか、はい、まあ、例えば人によっては親孝行っていう人もいますし、まあ、旅に出かけるとか、はい、まあ、ちょっとお仕事一旦ちょっと休職するなし退職するっていう方もいますけど、あんまそこまでは考えてないって感じ。そうですね、なんか日常の中にも節約が溶け込んでるっていう感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。では続いて、ミニマリスト生活をされてると思うので、はい、なんかいつ頃から実践してるのかっていうのを改めてお願いします。はい、ミニマリストを知ったっていうか、はい、自分が始めたきっかけが、うん、あの大学3年生の時の冬休みに、うん、あの旅行で LCC に乗ったんですけど、うん、その時に荷物を減らさないと LCC って料金かかるじゃないですか、うん、それで減らしたのがきっかけですね。なるほど。この時の旅先ってどのあたりだったんですか。北海道ですね。北海道なんですよ。北海道で削ったんですね。北海道で削って、その1週間後ぐらいに、確かカンボジア、ベトナムとか行って、その時も1週間同じ量のバックパックで行って、あ、大丈夫だってなりました。なるほど。それこそ逆にこれ無駄だったなみたいな、これ別になくてもいいなって思ったものとかありましたか。例えば洋服、化粧品とか、うん、雑貨系、文具とか、はい、服ですね。あ、服、はい、はい、なんか洗えばなんとかなる、うん、なるほど、確かに間違いないですね。なるほど、ありがとうございます。では続いて、ミニマルライフは具体的にどの部分で節約になってるのかっていうことで2点ほどあるそうなので、1点目からお願いします。はい、自分に必要なものと不要なものがはっきりしてるので、うん、不要なものに一切お金をかけないで済むっていうところですね。はい、2点目はいかがですか。物が多いとあの部屋から、ね、あのストレスをいっぱい受けちゃうんですけど、うん、それがなくなったことですね。なるほど。で、あの、僕ちょっと初めて来ましたけど、植物多めなのは何か理由あるんですか。理由はないですけど、はい、やっぱ癒しですかね。癒しでね、でも本当これもストレスためない一個の、ね、様子ですもんね。はい、で、後ろになんかサボテンみたいなのが、サボテンなんかめっちゃちっちゃいのが可愛いのがあるんですけど、はい、これもあれですか、好きだから集めてる。そうですね、好きだから集めてて、あのベランダの方にもいっぱいいるんですよ。 あるんですね、はい、本当もう家具がテーブルだけでちょこっとね、ちょっとクッションか分かんないけどあるぐらいで、本当物ないじゃないですか。はい、もうこれぐらいがちょうどいい量みたいな。そうですね、必要なものだけで、下手したら植物の方が多いですもんね。なるほど、物より植物ということで、はい、はい、ありがとうございます。ということで、最後ですね、節約生活の中で節約や暮らしを楽しむコツはありますかということで、いかがでしょうか。そうですね、節約っていうことを意識しすぎないで、あのゲーム感覚だと思って楽しむのがいいと思います。はいはいはい、なるほど。ご自身の中ではなんかゲーム感覚でやっぱ楽しめてるから、はい、まあ、節約もこの1年ちょっとできたかなっていう感じ、はい、そうですね。なるほどなるほど。あのスーパーでお勤め品を宝探しみたいにして楽しんだりとか、はいはいはい、あとはやっぱ無料でできる遊び、あのお散歩とかボランティアとか、あ、まあ、ブログ書いたりとか、そういうところを探すのがいいかなと思います、ね。なるほど、そういうことですね。でも確かに言われてみたら、今のお話聞いて、なんかボランティアとか、まあ、地域との交流だったり、まあ、SNS もしっかり、うん、
まあ、お散歩もしかり、うん、まあ、無料でできることたくさんあるし、やっぱそれだけ楽しかったりとかもするから、はい、ちょっと僕もゲーム感覚でやってみたいなって思いました。いろいろ学びを得られてよかったです。本当にありがとうございます、はい、っていう感じで僕からのインタビューは以上になりますが、最後動画のまとめとして、まゆかさんから一つさんお伝えしたいことありますか？はい、やっぱりストレスが節約する上で一番の敵となってしまうので、うんうん、その自分が何したいのかなっていうことを探して、それを優先して無理なく楽しい節約生活をぜひ送ってください。はい、ありがとうございます。ということで動画の最後にまゆかさんの Twitter と YouTube のリンクが概要欄に貼ってありますので、ぜひ節約に興味のある方とか、まあ、ミニマリスト生活とかに興味のある方はぜひ、ね、概要欄からご覧いただけたらと思います。ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。